おはようございます。5月16日、6日目。いよいよですね、旅も折り返し地点になりました。もうね、これから北上することはないので、どんどん南下していくという感じになるんですけども、今日はですね、福島県に行って友人と会おうかなと思ってます。ということで、6日目スタートです。おはようございました。昨日泊まらせていただきました。はい、どうもどうも。お世話になりました。はい、ありがとうございます。またよろしくお伝えください。ありがとうございました。どうもどうも。お世話になりました。どうも。お気をつけて。どうも。ありがとうございます。はい、行ってきます。さあ、これで充電もね、させていただきました。充電もさせていただきましたので、バッテリーがもう切れるっていうこともおそらくはないんじゃないかなと思ってます。車で充電ができるんですけど、その充電する、ね、スピードが速いわけではないんで、コンセントがある場所で充電させてもらえるっていうのは助かりますね。はい、6日目が、ね、スタートしました。これから福島県までまた下道で行きますが、距離は、ね、252.7キロ、岩手県大船渡市から UFO ふれあい館までは 252.7キロ で、今、ね、7時8分ですけども、3時35分に着くということになってます。で、これはね、多分短くなると思うので、まあ2時ぐらいに着けばいいかなと思ってます。なるべくどこにも寄らずに、UFO ふれあい館まで行きたいなと思います。今ですね、宮城県を走ってますけども、これはね、岩手県の大船渡とか陸前高田とかと同じような感じなんですが、城壁みたいな感じで水がね、入ってこないような、その津波がね、来ないような感じに作られてますね、新しく。どうなんでしょうね、これ多分復興が進んではいるんだろうけど、復興が進んでるというか、なんか道路が整備され始めてる段階なんでしょうね。でも震災からもう8年ぐらい経ってますからね。8年経ってこれってことは、まあ、やっぱりこの町もずっと工事してるんだろうなっていう感じだったりしますね。春日サービスエリアに来ました。ミニストップがありますが、ですね、高速道路乗るつもりは最初なかったんですけども、結構ね、疲れも溜まってるので、できれば福島について仮眠を取りたいなということで、高速道路に乗って早く到着する方を選びました。まあ言っても100キロ弱ぐらいですかね、なんですが、時間はね、2時間以上短縮できるので高速で行ってます。はい、福島県に着きました。いやー、着きましたね。高速に乗ったので今11時27分、あと30分もすれば着くような感じになってます。テレビとかでしかね、これも見たことないですからね、福島県なんてのも。今ですね、UFO ふれあい館に来ました。まだ待ち合わせまで時間があるのと、ちょっとですね、疲れがあるので、1時間ぐらいですね、仮眠を取ろうかなと思います。仮眠を取ればね、多分すっきりするでしょうから。ということで、昼寝です。おやすみなさい。
ごめん、いや、今、極上兄さんじゃないんで、目が、すいません。そうか、そうか。極上兄さんで来るべきだった。いやいやいや、大丈夫、大丈夫。あのね、モザイクかけとったんだけど。よし。大丈夫ですか、寝てました？寝てた。大丈夫、大丈夫。YouTuber ですね。あんな状況でもすぐカメラ構えて。福島県の、UFO ふれあい館にやってきました。今日はですね、東京から特別なゲストが来てます。後輩でもあり YouTuber でもあるこの人です。どうぞ。どうもー極上兄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんでここなんですか待ち合わせ場所が。いや、あのね、そもそも福島県が地図の中でどこにあるかっていうのがそもそも分かんない。そこからっすか。そっからそっから。いや、確かに福島でなんかスポットないんですよねなかった。意外にね、調べたけどね、山登りするんで山はあるんですよ。はいはいはい、山はあるけど、なんかこういうスポットがないんですよね、意外に。じゃあ乗り気じゃないですけど行ってみますかだと思う、絶対そうだと思う大好きですけどね、ミステリー大好きですけど。こんにちは。すみません、大人2人なんですけども。はい、ちなみになんかこれカメラとかって大丈夫？はい、問題ないです。ありがとうございます。ケイジさんどうでした？変わってなかったですか？変わってないけどね、やっぱね、ちゃんとしてた、あの昔より。マジっすか。店を切り盛りしてたよ。マジっすか。うん、じゃあ行ってみますか。え？全然怖くない。なんかさ、あのスナックでよくこういうとこあるよね、地方行くと。あ、これですよ、この電飾。そう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 、電飾がまさに。あります、あります。ここに座って、まあ、写真なり何なり撮ってくださいということだね。古い古い、なんかあの ET みたいな、ここの UFO ふれあい館のオリジナルだと思うじゃないですか、うん、絶対これ触れちゃいけないと思うんですけど、うん、タグ付きカップヌードルのマジで、あ日清のっていうことは、この子はその CM に出たとかじゃないの？あ、え、カップヌードルのですか。日清の UFO があるから、はい、それに絡めてみたいなことなのかな。あ、そういうことなんですかね。これがだから焼きそばなんじゃないの？どういう昔からその宇宙研究が盛んだったとこってことなのかね、これは。違うのかな。来ました来ました、謎が解けます。ん、あの、なんていうんですか、不思議ラインですよ。よくあるじゃないですか、神社のこの位置と線で繋いだところみたいな。レイラインね。レイライン、そうです、うんうん、そうです。あ、そういうこと。それのちょうど真ん中に当たるのがまさかの、はい、ここです。なるほど。え、そういうこと。ここが真ん中になるように。あれ、でもちょいちょいずれてんなちょっとそういう、あの、うん、そういう視点で見るのやめません？もうあの本当に一回信じてみません？いや、ぼ、あのね、はい、そう、俺はね、信じてる、最初から入る時からもう、もちろん本当っすか。うん、だってこれほら、CIA の機密文書があるもん。え、本物だよ、多分これは。機密文書、大丈夫ですか、これ置いてまあ、あのコピーって書いてあるけどねあ、主要目撃事件全国図。あの、こうして見るとなんか別に福島が多いわけではないんだね。これ、そうですね、見るとだいたいこの辺、静岡、鎌倉のあたりが一番多いですね。あ、で、むしろ福島が一番少ないですねあのね、ここには書いてないけど、はい、俺がいるこの山口県ね、はい、山口県のこの辺、はい、この辺で昔何百メートルかぐらいある UFO 見たことあるから、はい、ここにもね、本当はね、一つ加わるはず俺の目撃情報。いや、本当だって。あ、そっかそっか、それを見て以来やっぱ信じてるんで。そう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 。なるほどね。あの、もうね、見てしまうと信じてるとかじゃなくて、
もういるからしょうがないじゃんっていうね。でも宇宙人とか分かんないよ、それは。その夢を見ていないってことですよね。夢を見ていない、いや、リアルに見ていないね、はい、で、音も何もなくて、はい、大きさも多分何百メートルかサイズだと、その空中にあって、でもその距離感があまりに分かんなくて、はい、そう、だからね。でもすごいですね、本当に見たっていうのは。いやいや、本当本当、こうやってね、話したら信じてくんないけど、はい、友達3人といる時に一緒に見たから、今でもね、会って、見たよねって話をしたら、いや、あれなんだろうねって、でかかったよね、あれはっていう話になる。でもその人らも、やっぱ誰も信じてくんないって言ってた。すごい昭和の変わりがするね、これは。いいね。もういろんなある展示物の中で、ここにね、一番ね、俺はね、力を注いでると思う。この 3D バーチャルシアター。バーチャルシアターですか？うん。ちょっと行ってみますか。行ってみよう。なんか誰も使ってないけど。はい、よかったら映画ご覧になりませんか。あ、すみません、はい、いただきます、はい、バーチャルシアター、これ 3D で映画になってるみたいですね、うん、中には映画館がある。わ、すごい。これ一番後ろで見た方が楽なんだろうね、きっとね。大広間もあるね。大広間ちょっと行ってみる。ちょっとそうですね。見どころがコンパクトに並べられてますね。かなりいい、そうだね、コンパクトで、うんうん、あ、宇宙は使っても大丈夫って。いやー、あー、景色いいよ、多分これ。え、これ400円で、うん、お風呂もついてるってことですか。すごくないですか。普通、仙巌山登る時って、うん、登る山道って登山道って言うじゃないですか、はいはい、あれ見てください、遊歩道って書いてます。遊歩道と遊歩道をかけてると。あ、なるほどね、そういうことで。あ、遊歩道なんだ、なるほど。国道6号線っていうところに行ったらいいんだって。とりあえずね、そこの6号線を目指そうかなと思うんだよね。そこに行ったら、いわゆるあのバリケードでこっから行っちゃダメですよっていう映画撮れるって感じなんですかね。多分街の中に大眼カウンターがあるっていうのもちょっとまあ撮りたいですよね。撮りたいよね、うん、ということでそっち側に行ってみましょうか。行けばいいんだよね、まあ、近くに何かあるんじゃないですかね。ありがとうございました、ありがとうございました。この T シャツなんかめっちゃいいと思わない？あれ？あ、これ本音ノーユー、あ、ノーユーフォーノーライフかな、もしかして。あ、正解。なんだ、UFO なんていませんよって。ノー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 、そのノーじゃないノーユーフォーノーライフ。はい、あ、いい、あ、これいいじゃないですか。でしょ、これかっこいいでしょ。2600円か、結構リアルな金額だね。いや、でもね、いいなと思って、これこれいいっすね。ね、あ、これでもやっちゃいけないパターンですよ。パトゴニアかと思いきや洗顔ボーリーってやつです。あ、これパトゴニアじゃない、洗顔ボーリーってやつです。こっちの方がいいかもしれない。あ、こっちの方が好き。だってパッと見パトゴニアですもん、これ。入ってもいいよね、これ立ち入り禁止になってないもん。浪江町入りましたよ。ここが浪江町ですね。うわー、そっちもだ。家もやっぱ斜めってません？本当だ、家斜めってるわ。斜めってますよね、うん、ここだって立ち入り禁止だもんね。おそらくこれ左行ってもダメだろうね。ちょっと待ってください、行き止まりになってるんじゃない。行き止まりっていうか、あの通行証明書必要って書いてました。あー、現状が伝えられないな。これだってカメラで映した感じだと普通ですよね。普通の街、普通の街だね。どっかで降りたいんだけどな。曲がってみる一回。あ、通行止めって書いてますね。あ、だめ。本当だ。
何何何これは何の音なんだろう。ああ、これ何なんですか。どういうやっぱりその線量が高すぎるからダメってことですよね多分。じゃああのガードマンたちは大丈夫なのか。ガードマンたちどうしてるんですかね。要はどこ行っても行き止まりじゃん、はい、これね一応ここ道通ってるじゃん、はい、でさっきもローソンあったけど一応営業してるじゃん、はい、許可証がいるぐらいのとこなんだったら余計にもう右も左も全く通行止めですね。通行止めって入らないですね。こっち側は大丈夫かなと思ったら右側もダメだもんね。ダメですね。駆け抜けるしかないですね。本当そうだね。歩行者もダメ、バイクもダメ、もう車で駆け抜けるしかないですね。そうだよね。歩行者一人もいないもんな、はい、ということはもしかしたらあのゴーストタウンの絵っていうのは取れないってことですね。かもしれないね。こっち入らないとダメなんでしょうね。ここでちょっと U ターンしよう。出れないわ、そもそも。さっきどっかでご飯でも食べようかって言ったけど、はい、ご飯食べるのが厳しそうだね。なんかこれないですね。ないもんね。で現状どうなってんのかなっていうのを見たかったんですけども、思った以上にまだ街が機能してないですね。この道だけ通れるんですけど、びっくりすることにこれ右も左も全部の道が帰宅困難地域でバリケードが張ってありまして、入れないような状態になってます。どこもですよ。右 もう例えばこの道路も左も右も入れません。まあ左通るとほら本当にこの道だけです、徒歩もダメ、バイクもダメ、まあ、とにかく外をね、その直接風を受けるような行動は控えてくださいみたいな看板が置いてあります。あ、駐車場にも入れないようになってますね。ここもダメ、まあ、見に来たのはいいけど思った以上に見れないね。見れないですね。なんつうのかな、車降りて、はい、ちょっとなんか歩けたりとかするのかな、まあ、人がいないから、はい、住んでないから行けるのかなと思ったけど、そもそももう絶対に入れないような施策がしてある。そうですね。これはだってあのガードマンの数もすごいし、はい、結構な、ね、費用がかかると思うけど。そうですよね。かといってね、あのどっか止めて無理やり入ることはできるかもしれないけど、それはまた迷惑な話だからね。そういうなっちゃうとね、面白半分で行くようなところじゃないですね本当に。そうだねっていうのはすごく分かった。これが土壌汚染された土が。そうです。放置されてるわけじゃないんだろうけど、仮置きっていうやつですかね。ですね、今来てるのがまた道の駅川又、ここに戻ってきました。で、なんで戻ってきたかっていうと、こっからね、本当は、福島の下の方、南の方ですね、もしくは、宇都宮の方まで行こうかなともちょっと考えたんですけども、おそらくね、今6時ぐらいなので到着する頃には店がもう閉まってるという感じで、あそこであればラーメン屋さんとか、こっちもなんか店があるのかな。まあこの辺で食べた方がおそらくはいいんじゃないかという結論になりました。明日は埼玉県なんですけども、だいたい6時間ぐらいで到着するみたいなので、まあまあそれなら余裕だろうということで行ってみようと思います。ラーメン屋もありますしね。そうだね、あそこでもいいですし。そうそうそう、本当は福島県の下、もっと南、はい、の方にも道の駅があって、そっち側に行こうかなとも思ったの。明日のためにですね、ちょっとでも距離を稼いどこうと。そう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 、今6時ぐらいじゃん、はい、着いた時には絶対店が閉まってるから。ああ、なるほど。そうそうそう、そっか、東京の感覚で言いましたけど閉店時間の問題はありますもんね。ある、下手したら8時に閉まると思う。8時、7時とか。なるほどね。そういえば UFO ふれあいの里があった山はあれですね、どれかな、映るかな、あのこんもりしたところですということで、なんだかんだお店探しましたけどなさそうなんで。そうだね、チェーン店ですけど後楽園で、うん、今引っ掛けましょう。そうしましょう。しかもサワーが安かった気がするんですよね。そんなイメージがすげえあるんで。あ、来たことあるの。ありますよ、ね、これだって別どこにもありますよ。あ、関東のイメージですけど、関東で後楽園って言ったらもう上場企業ですからね。後楽園、後楽園。あ、じゃあ安心できるとこなんだ。安心できますよ。お、かわいい犬がいる。あさあ、じゃあここで
ご飯にしましょうか。行きましょうか。行きましょう。すごいな、関西の一体。これじゃあ有名どころなんだね、このお店。超有名です。じゃあ久しぶりの再会に、はい、お久しぶりです、乾杯。お久しぶりです。あ、うめえ。結構疲れましたもんね。僕はまあ乗ってるだけだったんですけど。いや全然でもあんなね、貴重な体験ができたと思う。本当っすね。なかなか日本であげるところっていうのはない、ね、まああっちゃいけないところなんだけど。でまたあのバリケードを越えて入っていくっていうのもちょっと道徳的にはできないですしね。そうね、ちょっとそれはね、だから余計にちょっと関係ない人のところはあるけど、うん、まあ、雰囲気だけは分かったから。そうですね。そうだね。これでも雪の上ですよ。じゃあ飲みまくります。はい。イメージだとめちゃくちゃ偏食なイメージがあるんですよ。偏食ですよね。未だにですか。うん、お酒もあれですか。飲まないのとかあるんですか。ビールはよく飲んでるじゃないですか。終わりで。ビールとワインは飲むけど、あ、他は飲まないですか。それ以外一切飲まない。日本酒ですか。飲まない。ブランデーとか。ウイスキーは飲まない。ウイスキー飲まないですか。ハイボールとか飲まないですか。飲まない。いや、酒も食べないしね。マジですか。おとといに、はい、あの天津とかの途中にね、ジンギスカン食べた、はい、ジンギスカンで肉と野菜があるじゃん、はいはい、それはもったいないから野菜食ったけど、はい、1ヶ月、2ヶ月ぶりぐらいに野菜食ったぐらい。マジですか。そう、食べた時に、うわーとは思わないですよね。普通に好んで食べないだけで。そう、好んで食べない。そう、食べる分にはたまにはいいなとか思うんですか。そうそう、あのラスビとか食べたら、あ、美味しいなと思うけど、じゃあ自分が行くかっていうと、全然本当はダメなんだけどね。で、あの子供もいるじゃん、はい、子供もいるから。いや、バレしちゃうじゃないですか。そうそう、だから真ん中のこのパパはご飯何食べるって言ったら、白いご飯とミートスパゲティ、それだけ出してくれみたいな。何ですか、うん、怒れない人もね。小学校だからね。給食とかもほとんど食べれないものだらけになっちゃうからですか。多分ね、そこが俺と同じで、食べたら食べれるんだと思うんだよ。あー、なるほどなるほど。好んでは食べないって、どこでも食べるってどういうの。それ多分醤油と自分で作るしかないです。うん、正直結婚も絶対しないタイプだと思ってましたね。あ、俺、はい、いやー、うん、俺もなんかできないかなと思ってたけどね。でもなんかそうだね。でもなんか地元帰って結婚したい願望が出てくるじゃん。周りもみんなしてますし。そう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 。まあ、そんなにしないやつも何人かいるんだけど、うん、でもそれがなかったらね、下手したら今でも独身な可能性もあるしね。そういうこと出会ってなかったら結婚しない可能性もあるし、違う人と結婚したとしたら、はい、あの今すげえすまんねえとか思ってるかもしれない。それはやっぱ出会いだと思う。そうっすね。こっちに着いて、そこから1時間ぐらい寝たじゃん。はい、昼寝したから、もうすっげえ元気。マジですか。ネギも食べたし。いや、ネギ関係ないですよね。じゃあ、ちょろっとコンビニで酒買って、そうだね。そこのベンチで飲みますか。あとここから見える、千貫の森でしたっけ。あそこの UFO も確認できますしね。全然バカにしてるでしょ。いや、してないです。いや、でもあれだよ、その東京いる時から考えると、はい、もう十何年か経ったわけじゃん、はい、まさか十何年後に福島を歩くと思ってなかったよね。いや、思ってないっすよ、ね、いや、ほんとそうだよ。思ってないっすね。あの頃はいくつですか。いや、お互いにめちゃくちゃ若かったですよね。いや、俺多分24号行ってないのかな。それぐらいだったと思う。19とかで僕入ってきたんで。ああ、そっかそっか。全然千貫の森見えなかった。いや、でも UFO 光るから大丈夫大丈夫。ちなみにこのカメラって、うん、このどうなんですか。夜のこんな感じになる。ああ、いいっすね。呪いのビデオみたいですけど。飲んじゃったからダメなんですけど、うん、一応福島県最強心霊スポットは調べておいたんですよね。あ、そうなんだ。うわ、先にそっち行けばよかった。
もしもし。はいはい。どうも極上兄さんです。あ、本物。あ、すいません、本物です。あ、すごい、本物だ。偽物じゃないんで、すいません。あの、え、そのままそこで泊まるの？一緒に。うん、そうですね。え、一緒に？あの、一緒の車で？あ、いやいや、別の車で来て。一緒の車気持ち悪いでしょう。いや、まさか一緒に寝るかなと思って。あ、そうかそうか。真ん中のここから。いいな。もしもし、いい子にしとった？しとった。母ちゃんの言うこと聞いとった？聞いとったよ。みんなと仲良くした？したよ。ああ、よかったよかったね。優しくしてあげてね。はい。どうやってどこ、何島県？何島県？何島県でも知ってる、知ってるんだ。福島県。福島県っていうところ。広島県？広島県じゃないな、広島県は知っとるもんね。もしもーし。もしもーし、僕ですか？うん。僕元気？元気。母ちゃんの言うこと聞いとる？父ちゃん何見てたん？うん？何？父ちゃんいろんなもん見つけたよ。どんなの？入ったらいけんところとかね。うん。お菓子とか見つけたよ。あとは？あとは？あとは UFO 見に行ったよ。UFO よ。いいでしょう。あとは？あとは？満足しないっすね。あとはいろんなところ見てきて。あとはいろんなとこ見たよ。あとは？あとはいろんな人に会ったりしたよ。あとは？父ちゃん。はい。なんか変わったことあった？まだない。まだない？まだない。そっか、母ちゃんの言うことを聞いて。うん、ね、みんな仲良くしてよ。うん。喧嘩してない？うん。まだあと6日ぐらい帰らんけど。うん。ね、仲良くしとってね。うん。大丈夫？うん。はい、じゃあ母ちゃんに代わってください。そっか、あと6日も帰んないですもんね。そう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 。すごいな。まだ半分だからね。半分。あ、もしもし。もしもし、私です。私です。なんか変わったことあった？変わったことは特にはないかな。ない。後楽園って知ってます？後楽園、あの後楽園っていうお店があって。食べ物屋さん？そう、中華料理屋さん。あ、分からん、それ分からんかった。私、ね、後楽園って言ったらもう後楽園ホールっていう。あ、本当にいいですね。明日はね、うん、ここ朝出て、うん、埼玉まで行くけ、来年とかまた会えそうな気もするし。いや、会えますよ、いくらでも。うん、うんうんうん。明日また電話するよ。うん、分かった分かった。これぐらいの時間に。うん、うん、待ってよ。もしもし。僕、また大きい。僕どうした？また大きなっても寂しい。寂しい？そうか、あのね、もうちょっとしたら帰るから、あの母ちゃんの言うことを聞いてないと帰れんよ。うん、分かった？分かった。頑張ってね。もしもし。はいはい。はいはい。あ、じゃあ僕には頑張ってもらおう。うん、じゃあまた明日ね。うん。はい。お兄さんにもよろしくお伝えください。あ、またあの後ほどぜひお会いしましょう。あ、本当にお願いします、はい、いつか。今度は僕が旅で山口行きますんで。あ、ぜひ。お願いします。ぜひ来てください。ありがとうございます。うん。ありがとうございます。じゃあまた明日に。うん、わかった。はーい。はい、じゃあまたね、ありがとう。はーい。はいはーい。ちなみに怖い話とか大好きだったね。大好きです。ねえ。めちゃくちゃ好きですよ。怖い話とかね、呪いのビデオ見たらめっちゃ好きですよ。当時はさ、結構なんか本当っぽかったっていうか、はい、だけどなんか途中からなんかそのなんつうの、スタッフと、はい、要は投稿者が途中で喧嘩をして、はい、あ、そういうのにも手出し始めたんですか。そうそう、だからその実際にすぐ映像を流すとかじゃなくて、その今までのいきさつとかを流した上で、はい、やるみたいな感じで。確かに当時から、うん、あのもう娘のことは思い出したくないんで帰ってくださいっていう押し問答とかはあったりしました。 あったあった、はい、でもそれが強くなってるってことですね。
そうそう。で、ノルマルビルは俺ね、一番好きだったのその極上兄さんに教えてもらったやつで、はい、なんだっけな、なんか廃屋に入って、はい、学生服の中学生ぐらいの子供が入って、あれは怖かったっすよね。あれめっちゃ怖かった。あれやばかったっすよね。で、なんかこうやってやってるっていう、なんか あれ、はい、あれめっちゃ怖かった、はい、そう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 、あれが怖くて、ストーリーもしっかりしてて、しっかりしてた、はい。もう眠たいんですけど、6日目はですね、極上兄さんと過ごしました。明日はですね、また埼玉に行って他の方と会おうかなと思ってます。ということで今日はおやすみなさい。